カミンズ。カミンズはアメリカ合衆国のディーゼルエンジンメーカー。1919年創業。本社はインディアナ州コロンバスにあるディーゼル及び天然ガスエンジン、発電機、ディーゼルエンジン用隠しコンポーネントの生産、販売、アフターサービスを行っている。190以上の国と地域に600以上の販売会社、代理店、 7200点以上のディーラー、約5万5000人の従業員を要する国際的ディーゼルエンジンメーカー。ニューヨーク証券取引所に上場しており、2017年12月期の売上高は204億2800万 US ドル、純利益は9億9900万 US ドル。アメリカ国外での売上高が全体の約46%を占める。 エンジン事業では、排気量2.8から95リットルのディーゼル及び、天然ガスエンジンのサプライヤーとして、国際的に大きなシェアを持つ。北、アメリカでの大型トラック用エンジンの、市場占有率は、約38%を占め。エンジン本体のほか、発電機や各種コンポーネント事業も展開している。発電機は、オナン、カミンズパワーシステムズ社、ターボチャージャーは、 ホルセット、カミンスターボーテクノロジーズ社、エアクリーナーなどのフィルター類は、フリートガード、カミンズフィルトレーション社のブランド名を持つ。は、合弁会社による生産。1919年に創業者のクレシーライルカミンズが、カミンズエンジン社を設立したことに始まる。カミンズは1908年から、しばらくの間、コロンバスの銀行家で投資家でもあったウィリアム・グラントン。 アーウィンの自家用車運転手を務めていたことがあったが、次世代の内燃機関であったディーゼルエンジン開発に強い関心を抱いており、アーウィンに混成したことで、その講演を得てエンジン開発事業に乗り出したのである。当初はオランダのビス社のライセンス供与を受けた6馬力の農業用エンジンを生産した。この小型エンジンは流通大手シアーズローバックでも扱われた。 高速エンジンの大型化を図ったカミンズ社であったが、1924年には、船舶用エンジン開発に失敗して、倒産の危機に瀕する。それでも、かろうじて事業の継続を得、この過程で、技術者のヌード船の協力をも得て効率に優れる、直噴式高速ディーゼルエンジンの開発を進展させた。1929年には、パッカードの中古リムジンに、 自社製のディーゼルエンジンを搭載した試作車を、ウィリアム・アーウィンが運転し、ニューヨークの自動車ショーに直接乗り付けて出展した。特製パッカードは、ディーゼルエンジンならではの経済性を発揮し、1ドル39セント、当時の燃料費で、インディアナ州からニューヨーク市へ行けたとアピールされた。これによって、市場の評価を得たことで、カミンズ社は自動車用エンジンメーカーとしても、 販路を広げることになり、経営はようやく軌道に乗った。小型船舶やトラック用のエンジン開発などの実績を積み、第二次世界大戦中はアメリカを筆頭とする連合国軍に各種の軍用エンジンとして採用された。1950年代はアメリカにおける週間高速道路網の拡充を受けて大いに業績を伸ばした。出力、経済性のみならず、耐久性。 信頼性にも優れていることが評価されて、多くの大型トラックメーカーから標準エンジンとして採用され、当時で売上高は1億 US ドルにも達している。またこの時期にインディ500にも参戦、1952年にはターボディーゼルエンジンを搭載するカミンズディーゼルスペシャル、レース史上初のターボカーでポールポジションを獲得した。さらに1950年代以降は、 アメリカ国外にも代々的に進出し自社工場及び合弁会社の生産拠点を世界各地に設置したことで98カ国2500カ所にサービス拠点を要するまでになった。カミンズの汎用ディーゼルエンジンは自動車向けのオンロードエンジンとそれ以外の産業用途のに大別される。前者がインターアクトシステムシリーズでエンジン形式がいず、後者が クアンテアムシステムシリーズで形式は QS となる N14K などの旧世代エンジンはこれに該当しない。その G の数字はおおよその排気量をリットルで示しており15リットルクラスの X シリーズの形式名を指す場合オンロードが ICE15 ノンロードが QSX15 となる。ただし二千十七年以後の新たな排出ガス規制適合エンジンにはオンロード ノンロードの区別が7リ双方、X15、B6.7 などと表記する。なお、原設計が1970年代以前のエンジンは、形式表記方法が異なり、排気量を立方インチで表し、ターボには、T、アフタークーラーには、A を付ける、インタ 855,BT-903,BT-1710 など。汎用エンジンは、オンロード。 ノンロード用とともに、ブロック全体が赤く塗装されているのが特徴である。旧世代エンジンは除く。旧、カミンズマークルーザーディーゼル車製など、一部の船舶用エンジンはブロックが白く塗装されている。ディーゼルエンジンをベースとした、オットーサイクル式天然ガスエンジンもラインアップされており、形式末尾に G または N がつく。以下、主要なノンロードエンジンを挙げる。 すべて4ストロークの直噴式でターボアフタークーラー付きである。このほか、排出ガス規制適用除外分野や途上国向けに、旧式エンジンも継続生産されている。2017年現在、ピックアップトラック用としてラムトラックス、負荷の一ブランドと北米日産にエンジンを供給している。ラムには、ダッジブランド時代の1989年より、タイタンには2015年より、 カミンズ製ディーゼルエンジンを搭載したモデルが設定されている。ピックアップトラック用エンジンは汎用タイプと異なりブロックが黒く塗装されている。仕様は以下の通り。なお、ラム1五百に設定されている三点0リットル ECO ディーゼル v 六エンジンは不可欠のせいである。日本法人のカミンズジャパンは九百六十一年十月に小松製作所、 小松との合弁会社、出資比率50、50小松カミンズ販売として設立された。同年11月に小松はカミンズとディーゼルエンジン部門で技術提携し、後に小松小山工場でカミンズ N シリーズ N743 及び N855 のライセンス生産が開始されるエンジン総合工場開設1968年12月。 小松カミンズ販売は1985年1月にカミンズの完全子会社となりカミンズディーゼルと解消2002年にカミンズジャパンと再解消小松のライセンス契約も終了したが1993年11月には合弁会社小松カミンズエンジンを小松小山工場内に設立し1995年11月より同工場でカミンズ BC シリーズ 排気量3.3から8.3リットルの生産を開始した。また、1998年1月にはディーゼルエンジンの共同研究及び開発を行う合弁会社 IPA を設立するなど、カミンズの日本進出当初より小松とは密接な関係にある。小松のディーゼルエンジンにはカミンズと構造を同じくするものが存在する。日本の自動車メーカーが国内向け車両に カミンズ製ディーゼルエンジンを採用した例は全くなくアメリカ車好きの工塚向けに蒸気ピックアップトラックが少数並行輸入される程度であるため一般にカミンズの知名度は低い日本ではアメリカ製トラックのように社外エンジンを自由に選べず自動車メーカーが車種とエンジンを一貫して生産するか自社の系列企業外資系メーカーの場合親会社も含むからエンジンを 調達するのが一般的である。このような事情が日本でカミンズのような独立系メーカーのエンジンが自動車業界で普及し要因となっている。緑ナンバーの事業用自動車での採用事例としては中国、青中型観光バスユーブル 6805H の日本向け使用車、日本国内ではオノエンスターの名称で輸入販売がカミンズ製イス四4.5エンジン、 出力 210HP、排出ガス規制は、ユーロ6適合を搭載している。公道を走らない、校内車両や輸出車では、宇部高山専用道路を走行するケンワースのトラクタ T609 が、カミンズアイス15エンジンを搭載している。過去の事例では1950年代に、シリア輸出した富士重工業製バスには、カミンズ製エンジンが搭載されていた。また、 1980年に森田が小松と共同開発した空港用化学消防車 KFM-125 にカミンズ製 TA-1710 エンジンが搭載されていた。コンポーネント部門ではホルセットブランドの VG ターボがド・トラックスの GH11 エンジンに採用されている。建設機械などの特殊自動車にはカミンズ製 ディーゼルエンジンの採用が多く見られる。通称、オフロード法2014年排出ガス基準、米国ティアー4ファイナルに相当適合の、カミンズ製エンジン、QSF3.8、QSB4.5、QSB6.7、QSL9 を採用したメーカーに、日立建機、住友重機械え機クレーン、コベルコ建機、ただの、トヨタ L&K、坂井シュゲル工業、加藤製作所、 加藤ハイヒャム、諸岡、小ガロックドリルなどが挙げられる。過去には小松製建設機械にカミンズ N シリーズヤビティ -1710 エンジンを採用する事例も見られた。国際開示機関 IMO の定める第二次排出ガス規制 IMOTI2011 年施行に適合する排気量2.8から60リットルのディーゼルエンジンを プレジャーボートや商船向けに供給している。船舶向け排出ガス規制は多分やほど規制値が厳しくないため、QSB5.9 や QSM11 などやや古い形式のエンジンも継続して採用されている。1950年代から東急車両製造などの国外輸出用車両、大鉄、DR2500 系、DR2700 系などには、 搭載実績があったが、最大ユーザーの日本国有鉄道が、国産設計エンジンに変調し、輸入エンジン採用を忌避したことから、日本国内向けとしての導入は、非常に遅くなった。採用は専用線や私鉄が先行し、1976年に、三井鉱山田川工場ナンバー4、私鉄では1982年に、大井川鉄道井川線の DD20K ディーゼル、 機関車に搭載されたのが最初となっている。大井川での導入当初は、小松がライセンス生産した N シリーズの垂直シリンダ型、インタマイナス855系が採用されていた。国鉄分割民営化後の1989年、東海旅客鉄道、JR 東海の特急、飛騨、南紀で使われていた、キハ80系機動車を置き換えるべく開発された。 キハ85系機動車に水平シリンダ型、オンタ 855R-1J グループの形式、DMF14HZ 系が搭載された。キハ80系等の旧式な DMH17H は、自然吸気エンジンで17.0リットルの排気量に、非出力180馬力と比力だったが、DMF14HZ では、 基本設計こそ1960年代のものながら、直接噴射式エンジンに、インタークーラーとターボチャージャーを装着して350馬力、または330馬力と DMH17H の1.5機から2機分に、匹敵する出力を発揮し、段数を増やした、新型変速機との組み合わせで、電車特急と遜色ない性能を確保した。この実績から JR 東海では、 標準エンジンとして本格採用、日本のほとんどの鉄道事業者や鉄道ファンから認識されていなかったカミンズは一躍メジャーな存在となった。以後、東日本旅客鉄道、JR 東日本キハ100系、110系機動車、名古屋鉄道キハ8500系機動車、後に、合津鉄道へ。 上都にも搭載、JR 東海と JR 東日本では一部在来車のエンジンも DMF14HZ に乗せ替えられている。なお、日本無検ンマイナス 855RK エンジンは、スコットランドのノースラナークシャーにあるショッツ工場、1998年3月閉鎖で生産されていた。このため、日本の鉄道業界への本格導入当初、カミンズを 英国企業と誤解する事例もあった。その後導入の N14 系はブラジルやインドで生産されている参照を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。